はようございます。コロナ退散サンタ社長。はいはい、今日は12月の18日だったかな、土曜日です。土曜日も元気で営業、業務連絡でございます。今日ですね、ありがたいことにですね、11時半から12時半までちょっと納品に行ってきますので、うち営業部長は今千葉に出張なんですよ。千葉の方にお客様のところ了解してます。ただですね、うちの経理部長と会長がお店番してますので、お店は平常通り営業でございます。私12時半ぐらい帰社しますので、よろしくお願い申し上げます。はい、業務連絡でした。はいはい、さあ一発頑張ろうかね。はい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 、あら、お疲れです。ありがたいことにご返事いただき、挨拶いただきました。嬉しいです。はい、今日は12月18日だったかな、もうちょっとようわからんな、もうなんかな、もう師走だったらもう全然わからんもんね。12月の18日土曜日夜7時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はい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 、昨日風すごかったですよね。で、これまだ凍ってるんですよ。やっぱほらまだ凍ってますね。こう雨が降って濡れてたのが凍ってまだ溶けないという。昨日風すごい、もう看板が飛ぶみたいなですね。看板も旗もですね、慌ててこう安全なところにやって、で朝からバタバタやってまた出してきましたけどですね。まあもう本当でも今日はですね、ありがたいことにもう雲一つないですね。向こうにあるか、向こうに入りましたね。まあでも非常にいい天気でございます。さあ今日も夜7時までナイター営業、お仏壇お困りごと&人吉公務被災者支援、小畑仏壇無償提供、コロナ生活困窮者支援、小畑仏壇無償提供、24時間電話受付、よろしくお願い申し上げます。頑張ります。